おはようございます。スピリチュアル TV の時間になりました。最初は音声チェックからさせていただいてます。おはようございます。出てきたかな。おはようございます。はい、大丈夫ですね。それでは早速いきたいと思います。おはようございます。おはようございます。今日は2020年、ちょ、2022年6月7日火曜日朝、スピリチュアル TV 始まりまして、カノンサウンド、ゲストは石井和俊さんでございます。よろしくお願いします。はい、石井です。よろしくお願いしますなんで2020年に私はタイムスリップしてしまったのかが分かりません。思い出しただけ良かったじゃないですかそのままじゃなくて良かったですねうん、本当になんかお気楽な感じで今日もやらさせていただこうと思いますけど大事ですよ ね、 ね、もう本当に何のプレッシャーもない中でね自由に話してそうですね、その捉え方は嬉しい、ありがたい捉え方ですね、うん、本当大切ですよねそのテレビに出てる人ってね、うん、言いたいことも言えなくて言いたくないことを言わされてる人がほとんどじゃないですかなるほどそれとは違うんだぞと、この番組はね本当に自由な報道なんだぞとそこに気づいていただけるのは非常に重要ですよねなるほど、ありがとうございます。本当ね、あの今の頭なんか間違えたらはいカットでね、そこからもう一回やり直そうっていうことになるんでしょうけどね、うんうん、これからこれのまま続けてしまうという別にっていう、生ですからそれもできないですけどねテレビ局そうですね、一回止めるのかって話になっちゃいますからねそれこそ事故ですよねそう、放送事故ですねでも本当面白いですね。昨日はあの谷ヨックルさんというスピリチュアル作家の、私がそばにいるよとかよく鑑定団でエンディングのテーマとか頭で使ってくださってる曲があるんだけども、うん、その方がうちにいらして、うん、エルフの盾事という朗読をしてくださった方がいるので、それの解説動画、うん、解説音声を撮るということだったんですね、うんうん、で普段はヨックルさんは作る側なので、別に自分がマイクに向かうことは今までなかったんだけど、うん、なるほど、ついにその機会がやってきてですね、はい、一回間違えると何回もこう繰り返してしまうっていう、なんでしょうね、あれ緊張が走るから、ここやっちゃいけないと思うとそこにまたフォーカスしちゃうから、それが現実になって、それすごい象徴的ですよね、うん、意識したことが実現するんでね、うん、間違えちゃいけないともう思った瞬間からそれを間違えることを始めてしまうんですよね本当そうですよね。あの時切り替えってなんかあるんですかね、もう本当に忘れた、間違えたことを忘れるっていうか、もうねできるんだってことに意識するかとか、そんなのかしら、うんうん、もうまあできるできないを気にしないというのが一番いいスタンスだと思いますね。そうですよね、当たり前に普通にできることですからね、うんうんうん、なんか意識することによってなんか不自然になっちゃうんだよねそういうことだと思うんですね。上がり症の人とかみんなそうだと思いますよね。そうかね、そう、失敗しちゃいけない、うん、失敗しちゃいけないっていうことに意識があるから失敗を作るという現実になる。そう、そう、そう、そういうことです、本当にそうですね。それが夢が現実になるということですね。そうですね今日のお題ですね。今日のお題でございます。今日のお題は夢を、はい、夢と現実ということでいただきました。よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします、はい、もしね、そしてでもね、みんな、うんうん、みんな簡単に言ったりする言葉だけどね、うん、本当に真剣に夢か現実かわからないっていうのを私はもう幼少期から感じていたんですね、うん、で結構そうに感じてる人は多いはずなんでね。あ、ただそういう話してると学校とか社会生活で問題視されるじゃないですか。なるほど。これは夢か現実かなんて言ってたから日常的にね、うんうんうん、この夢はあれですね、夢見てる夢とか、あの、あ、見てる夢の方ですね。私夢を叶えたいとか引き寄せとか、そっちの方の、あなたの夢は何ですかとか、そっちの夢ではなくて、こっちのドリームの方、ドリーム寝てる睡眠中に見る夢もあるし、うん、覚醒中に夢見てることもあるわけじゃないですか、はい、両方の意味がありますよ ね、 ね、ドリームは
なるほどなるほど、うん、だからそこも含めて面白いネタだなと思うんですよね、誰にとってもね、うんうん、面白い、はい、お願いします。睡眠中の夢っていうのは、うん、あのもう明らかにほとんどの人が見てると思って、うん、でなんでほとんどって言ってるかっていうと、私小学生の時にとにかく夢が忙しいんで毎日楽しみに見てたんですよ。で起きてね、親とか学校に行って友達とかにどんな夢見たと聞いても夢見ないとか覚えてないとかいう人が驚くほど多くて、不思議だなと思ってたんですよね。で実際大人になっても、ね、夢をあんまり覚えてない人とか夢を見ない人って本人が見ないと思ってるだけなんだけどね、うんうん、そして結構いるんで、それってどこからそれだけの個人差が出るのかなっていう、まず素朴な疑問ですよね。それとまあその睡眠中の夢じゃなくて、それこそ日々その生活の中で私はこれが夢なんですとかっていう夢を大いに語る人もいるし、そんなの夢じゃねえかとか言って結構バカにした感じで言うようなスタンスの人もいるじゃないですか。なるほど、はいはい、俺は現実を生きてるんだ夢霞を食って生きてないんだとか、そういうふうに言う感じの人もいるじゃないですか。いますね。だからそこにおける夢っていうのもやっぱり個人の認識が全然違うわけですよね、うん、それはどういうことなのかなっていうことをね、いろいろカノンの意見も交えながら考察したいなと思うんですよ。楽しみです、ね、でこれを、うん、ご覧の皆さんもね、その夢という言葉についてどういう感じを受けてるかとか、自分の中では夢っていうのはこういう存在だとか、それは睡眠中の夢でも日々生活をしている覚醒中の夢でも何でもいいけどね、そういうコメントとか質問とかいただければね、話も弾んで面白いかなと思ってね、はい、とにかくいろんな夢があるんでね、うん、その自分が思い込んでる夢だけでみんなその夢のイメージがあるけども、うん、果たしてみんなにとって夢とは何でしょうと、うん、でもっと言うとその集合意識の夢っていうのもあるかと思うんですよね。あ、面白い、うんうん、それも結構重要なテーマだと思うんでね、うん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 、ぜひあのコメントは YouTube の方に書いていただけますと、今日はちゃんとチェックしながら行っておりますので、うん、はい、お願いします。 YouTube の方へお越しくださいませ、はい、うん、夢ですか、夢は忙しかったんですか。うん、そうね、夢を見てる間ってそれが夢だとは大抵気づいてないんですよね、うん、で睡眠中の夢ですよ、はい、で朝目が覚めて初めて、あ、夢だったのかって思ったりするわけですよね、うんうん、まあ、大抵はそうですけど、うん、中にはですね、これ夢だよな夢だよな自覚しながら見てるっていう夢もあるんですよね。はい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 、これ面白いなと思うんですよ ね、 ね、それ面白いですよね、うんうん、でそういう経験をもう数歳頃から重ねて何年も経ってくると、うん、じゃあその起きて学校に行ったりという自分が、うん、それを現実とみんな呼んでるけど、うん、これも夢なんじゃないかっていう気持ちになってきたわけですよ。なるほど、うんうん、そんで20歳ぐらいになってそのいろんな本を読んだりね、うん、宗教の勉強とかしてみると、うん、結構何千年も前からあのこの人生とは夢みたいなもんだというふうに言われてる。夢の話だみたいな。そうそう、うんうん、だからまあ肉体死を迎えて初めて夢から覚めるみたいなことを結構言われているところがあって、地域によっては何千年も前からね、うん、そうすると私が何となく思ってたことって結構昔から世界中の一部の人は常に考えていたことなんだってのがあってますます興味が湧いたんですよ面白い、うん、それでね10年ぐらい前ですけど、うん、インセプションっていう映画があったんですね。インセプション、レオナルド・ディカプリオが主演で、うんうん、で夢を見て夢の世界、その夢の中でまた夢を見るんですよ。そう、夢のまた夢みたいなこう脚本で、うん、そうするとどれが現実か分かんなくなっちゃって、そう、そんでこの現実に帰ってきてもその錯乱していて精神が、うん、で自殺をしちゃうっていう主人公の奥さんがね、自殺をしちゃうっていう、そういう映画があったんですけどね、それを見たときにやっぱり深いテーマだよなってしみじみ思って、うん、
自殺をしちゃった夢を見てたわけでもないのかなって思う、ね、いや、そんな夢を見てるときに夢から覚める方法が死ぬことなんですよ。ある夢の世界で活動してて、うん、その夢を終わらせなきゃいけないと思ったときに、その人を殺すか自殺をすると、その夢から覚めるっていう話がまずは基本的にあるんですよ。それは映画の中でってことですか？夢の中でそれをやるんですね。うん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 、そうすると、その夢を見てた元の世界に戻る。だから一個夢を見てたとしたら、その夢の中で自殺をすると、この現実に戻ってくるということを繰り返してたら、それに慣れちゃったら、この3次元の現実と言われている生活を夢じゃないかと思うようになって、なるほど、もう終わらせようと思って自殺をしちゃったっていう話なんですよ。すごい、なるほど、うん、おうおう、すごいな。でもその自殺をしたらそれがどうだったかという結果はないわけじゃないですか。死因に口なしですから。でもまあ少なからずもそういう理由で自殺をしてる人もね、まあ朝からグロい話だけど、うん、まあいないことはないと思うんでね。なるほどね、うん、もう終わらせてやるっていう、それがね、そうそう、人生を終わらせるのか夢を終わらせるのか、結局究極一緒みたいな感じになってるわけですよね。そういうことなんですよ、うんうんうん、その辺がね、もう皆さんはどういう感覚なのかなっていうのも興味あるし、うん、あとまあそのカノンとの話の中でね、うん、その夢にお母さんが出てきたと、うん、いうお話を実際先週もしたじゃないですか。はい、してましたね。うん、でその夢っていうのはその肉体で生きてる人もあの世に行った人も同等に出てくるんですよね。そうそうそう。そんでカノンが それだった神との対話じゃなくて母との対話だとかって盛り上がっていたわけだけど、その話をした影響かどうか知らないけど、私もその数日後に他界した母が出てきたんですよ。しかも30歳ぐらいの肉体年齢で。あ、わかる。自分の好きな年齢なんで、その後、そうそうそう。そんで、ああいう話してたから本当に出てきちゃ、つながっちゃったのかなと思っていろいろ振り返ったりしてたんだけど、その、まあ、脚本というか夢の中身は全然無理がなくて、うん、あの目が覚めてから、おふくろが私他界しても15年ぐらい多分経ってるんですけど、うん、そういえばもうおふくろいないんだったって気づくのに何分もかかったんですよ。ああ、わかるわかるわかる。自然に、ね、夢の中で当たり前にいたからね。しかも30歳ぐらいの若さでいたから。そうすると夢と現実とは何ぞだってますます思いますよね。面白い。面白いですよね。そしたらその、母との会話じゃなくて、うん、その翌日に今度は親父が出てきたんですよ。で、親父はね、まあ、多分、まあ、10年経ってない、数年前に他界したんですけど、で、親父も30歳ぐらいの肉体年齢なんですよ。あ、で、全然無理のない、あの、内容で、うん、ただ、過去の記憶ではないんですね。うん、今までに、その、自分が経験してないことがあったんですけど、うん、普通に家庭でいろんなことをお話ししてたんですけどね。うん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 、すごいな。それで目が覚めたら、いや果たしてこれは夢だったのか、もしくは現実なのかと、いわゆる霊界に自分が行ってしまっていて、うん、睡眠中に、うんうんうん、それでその対等の立場で交流してたんじゃないかって思うようになって、思うようになって、もう実はもともと思ってたんですよ、うんうん、っていうのは長年ね、夢の中でしか登場しない人物がいるんですよ、私には。あ、わかる。私もいる。やっぱ可能、やっぱあるんだね。ある。そう。そんで夢の中では当たり前にいるから、何年も前から会ってる人だから、うんうん、何にも思わないわけですよ。そうですね。当たり前に普通に話とかして、うん。うん。そんで目が覚めた時に、あ、そういえばこの世にあの人いないんだよなっていうことに気づくんだよね、毎回。それってでも不思議な感覚だよね。どういう立場の人ですか？その私はなんかこういろいろ教えてくれるコーチみたいな、リーダーつうかコーチみたいな立場の人がいるんです。なるほどね。うん、そういうね、力関係はないですね。あ、ない。対等で、うん、あの趣味的なことを一緒にやったりしてて、ただ職業は別のことをやってる人っていう設定になってます。設定になってます。なんかパラレルワールド
的なとこに行くのかなっていう、ね、そうなんですよ、うん、実はその夢をテーマにしたいのもそこもあって、うん、パラレルワールドの認識が最近結構顕著なんですね、うん、ああいいですね、シンクロとパラレルワールドでいっぱいありますよね、うん、そうですよね、そうすると本当に何が現実かが分からなくなってきますよね、うん、どっちだっけっていう、どっちだっけってなることありますね。そうですよね。あれどっちのラインでのこの考えはどっちのラインでのものだってなんかね思うっていうかね。あ、じゃあカノンもそれぐらいリアルにパラレルワールドを体験してるわけね。多分そうだと思うんですよね。いや嬉しいなっていうかね、多分カノンはそうじゃないかなと思ったんで、カノンとの対話のこういう番組で振ってみたんだけどね。ああ。パラレルワールドの場合はそこにもう完全に入ってるときはそれが当たり前なんですよ。わかるね、そうそう、うん、音楽とか作ってるときにそういう感覚とかあったりとか、特にそうですよね、うん、なんか音楽も絵もそうだけど創作活動してるときって意識があんまりこの現実にないじゃないですか、うんうんうん、意識世界に飛んでるわけですよね、うんうんうん、それってある種の夢を見てるのと同じですよね。ああそういうことか、うん、そうでしょう、うん、だからすごい集中して、私もかつて音楽やってたんで倒れる前は、うん、で曲を作ったりしてると、うん、あっという間に朝になっちゃったりして、うんうん、いやこんな10時間ぐらい何やってたんだって不思議に思うわけよね、うんうん、でも全然退屈がなくてあっという間なんですよね。そうすると意識世界に飛ぶと時間の経過ってなくなるのかなとかね、あそういう経験するわけですよ活動は、あで睡眠中の夢もまさにそうですよね、あ、うん、本当だ。いや 肉体はベッドで横たわって例えば6時間とか、うん、じっとしてるほぼね、うん、寝返りぐらい打つにしても、うん、それ6時間もじっとしてるって結構なことじゃないですか昼間とかしたらだけどそれを退屈しないで意識活動は忙しくしてるわけですよね、うん、夢の中はさ、どっかに夢の中ではあの 現実と言われてるここでは6時間だけど、夢の中では6時間以上の時間過ごしたりとかしてますよね。なんかこの断片的になったりとか、もうめちゃくちゃそうなんです、飛ぶってことありますよね、うん、同じ時間軸じゃないですよねこれね、うんうん、だから私は、ね、意識世界っていうのは時間がないと思っていて、うん、しかもその意識世界にもいろいろ段階があるんで、うん、で分かりやすく言うと高次元に行くほど時間がなくなるっていう傾向があるんですね、うん、だからこの3次元の現実に近いような夢の場合は結構近いタイム感覚があるんですね。例えば6時間分何かをやったような記憶があって、そんで目が覚めると実際6時間過ぎてたのかっていう睡眠でね、うん、っていうことがあったりする。そうするとタイムラグがそんなにないけど、たまに例えば海の底から空高くまで続いてる建物の中で自分が暮らしていてっていう夢を若い時から私ちょこちょこ見るんですよ。そうするとそんな乗り物地球上に今はないんでね、いや巨大な宇宙船で暮らしてるみたいな感じですよね、言ってみれば、うん、そうするともう何ヶ月とか何年暮らしてきた分ぐらいに夢があるのに、目が覚めると6時間しか経ってないんだって起きるわけですよいやこれって面白いなと思うんですよね、うん、面白いそうすると肉体で生きてる時にやれまだもう何年も生きちゃったとかあと何年しかないとかいろんな感覚があるけど、うん、それって肉体死を迎えた時に振り返るとまた違う感覚を持つわけじゃないですか。そうですね、あっという間と思うのか、何かったなと思うのか、いろいろあるかもしれないけど、うん、それは絶対そのタイム感覚が変わってくるわけですよね。うん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 、だから、今この現実にいるということでもって、今のその基準で、それ、人生は短いだ、長いだとか、あっという間だとか、退屈だとか、いろいろ感じてるわけだけど、それも同じ自分という人間でもその時その時で違う感覚を持つわけじゃないですか。だから常に変動してるわけで、でもそれってそのおぎゃーって生まれて肉体死を迎えるまではその時間枠の中で暮らしても のその早いだ遅いだ長いだ短いだ言ってるけど、じゃあ肉体死を迎えた後は
その時間の感覚も多分すごい変わると思うんですよね。うん、だから30歳になって出てくるんでしょうね。そうなんでしょうね。うん、トロレスさんって私のヒプノセラピーの師匠がトロレスキャノンさんっていうんですけども、うん、その人がやっぱりこう死んだ方は自分の一番好きな年齢になるから私も30歳ぐらいよっておっしゃってましたからね。なるほどね。だからお父様お母様もその時が一番こう活性化してる時期だったかもしれないですよね。なるほどね、うん、あとね、私はその長年夢を散々見てきたけども、うん、夢で絶対的な共通点があって、うん、夢では食事をしないんですよ、うん、私うどん食べてたの。そういう三次元に近い夢を見ることも多分誰でもあると思うんですが、私の場合は極力とか別に意図してないこともないんですよ。うん、うん、ただ飲み物を飲むのはすごくあるんですよ。ああ、それが栄養補給なのかしら。そう、栄養摂取は液体なんですね。いつも決まって、うん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 、で固形物を口に入れるというシーンがないんですよ。だいたい口があるのかっていうかもしれないですよ。石井さんそのお顔かっていう。もしかしたら口とか何かね違う宇宙人の形、もしかしたら手が6本あったとかさ、指が6本あったとかさ。いやそれも気になるんだけど、いつもそれは目覚めてから気づくんだけど、あそうか、あ今回も鏡見なかったなって毎回思うわけ。いやその夢の世界鏡がないんですよ。必要だから自分の姿を、うん、あの目視しないんですよね。あこうやってなんか腕とか見てみるとかね、ちょっとね。いやでも なぜか知らんけど夢に入ると忘れちゃうみたいで、自分の肉体を確認しないんですね、うん、そうだよね、鏡も含めて、うんうん、確かに。いやでもそうだよね。そうだからもう死んでるおふくろも親父も30歳ぐらいの肉体年齢に見えたけど、うん、じゃあ自分が何歳ぐらいに見えていたのかなっていうのは確認してないわけですよ。そうだね、確かに。それ面白いなと思って、だから夢の世界に入るって私いつも自我がなくなってしまうんですよ、うんうん、自分という存在を全く気にしなくなるんですね。そうか、ヒプノセラピーをやると夢って結構そんなもんなのかなって。私たちがヒプノセラピーをやってる時に、うん、一番最初に確認するものが、うん、まず足元見てくださいって言うんですね。で、うんうん、何を履いてるかとかで、その、うん、縄で編んだようなもの履いてたりとか、銀のブーツ履いてたら宇宙人来たみたいに思ったりとか。なるほど。うん、あと履いてなくてその精霊みたいなタイプの人もいたりとかね、うんうんうん、そういうのなので、それで足元見た後に洋服はどんなものを着てますか、まとってますかみたいな感じでお聞きすると、うんうんうん、時代背景だったりとかが見えてくるみたいな。なるほどね。うん。うんうん、テンポールみたいな時もありましたしね、自分が、ね、宇宙人だったっていうのはありますけどね。なるほどね、うん、なんか今度それを習慣、今日は見るぞ見るぞみたいに思って夢に、うん、世界に入っていったらどうでしょうかね。そんで普段の日常の健康の時の夢は本当に自分の姿を見ないんだけど、うん、あの6年前に脳幹出血であの世に行っちゃった時は自分の過去世らしきものをいっぱい見たんですよ。あ、その時は自分の服装とか周りの雰囲気とか全部覚えてるんですね。んもうそれで、あそれでまあこの世に帰ってきて、なんかいろいろ資料とか当たると、うん、あそうすると数千年前のこのエリアに生きていたとしたらこんな服装だったよなとか、そういうことが分かったりするんですけどね。答え合わせだ。そのあの世に行っちゃった時はあの例外的にそういうものが見えたんですね、うんうん、ただ日常的に見る夢は自分のデータは全然ないんですよ。ああ目線が違うんでしょうね、うん、上あの世に行ってらっしゃる時はこう、うん、ポイントポイントであの世からどういう人生だったかっていうのを見る、うん、で、うんうん、肉体での夢を見るって感覚の時は自分が主人公として何かが起きてくるっていう、うんうん、うん、目線が違うんじゃないですかね、上から目線。ああなるほどね。うんうんうん、それであこういうことがあったから今こういうことが起きてこう続いてるのかみたいなのの、うん、続いてるっていう言い方も変だけど点在してる、うん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 、っていう感覚かなと思ったりしてお聞きして。なるほどね、うん、いやヒプノセラピー実績があるカノンの話は非常に参考になるね。ありがとうございます。いやそういや私ね思い出したけど、うん、何十年も前になんか誰かに
足元を見てくださいとか、そういうのやってもらった記憶があるんですよ。それってヒプノセラピーだったんですね。あそうだとは知らずに、なんかね、なんか面白そうだなと思って、なんか何千円か払ってそういうなんか受けた記憶があってあそうですか。そう、真っ先に瞑想状態になって、うんうんうん、横になって、うんうん、とかみたいな、ね、それヒプノセラピーですね。横になって真っ白な瞑想状態。そういう言葉は使ってなかったんだけどね、もしくは使ってたけど覚えてなかったの、私がね。対抗催眠、足元を見てくださいって言われて、うんうん、その時に裸足ですって答えたのを覚えてるんです。おうん、靴を履いてませんでした、その時は。どこ走り回ってたんですか？走ってもいないけど、なんか結構砂漠に近い山だけど緑がない山みたいな感じのとこでした、雰囲気が。そんな話をしたことを思い出した。この間、うん、石井さんのファンですっておっしゃってね、いらっしゃった方がいきなり砂漠にいらっしゃって山が見えてってことを今おっしゃってたから、なんか近いものがあるかもしれないですね。あ、なんか関係あるかもね。ねえー、あ、その方はヒプノセラピーで来たわけですね。はい、そちらの方は。はい。ヒプノセラピーで。ああ。んで、私のことファンだとかって、何にも有名じゃない私のことそう思ってくれるとか、何らかのつながりがあった可能性はありますよね。ねえ、そしたら親しみ感じますもんね。そうなんですよ。うん、なるほどね。あ、その方が砂漠だったと。そう、砂漠だった。で、山が見えてて、みたいな感じで。あ、そうですか、うん、いやー、これはすごい収穫が大きな話になりましたね。いや、視聴者の皆さんにもこれは参考になるんじゃないですかね。もし砂漠を見た方、ご一報くださいみたいな、ちゃんとコメントなんで。まあ砂漠に限らずね、夢の世界に行くと決まってこのシーンがあるとかね、うんうん、そういうのって結構あるんじゃないかと思うんですよね。そうですね、私大体お家が出てきますね、うん、自分の家でも今ここに住んでるこの家ではないお家なんだけども、そのお家は大体同じで、玄関があって、あのキッチンがあって、うん、で母がうどんを作ってくれるという感じです、うん、なるほどね。それは現代風の建物ですか？そうですね、だけどなんか透明度が高いというか。なるほどね。ドアを閉めてもなんか見えてるけどなみたいな感じ。なるほどね、うん、あ、そうするとちょっとその霊界じゃないけど、うん、霊界かもしれないけど、うん、まあ要するに高次元世界ですよね。パラレルワールドと言ってもいいかもしれないけど、うん、そういう世界ですよね、うん、いつも同じだからね、うん、そこはね、いわゆる、うん、そうね、いわゆる霊界とかっていうのは、うん、結構3次元ほど密度はないんで、うん、壁をすり抜けたりするのは幽霊でも当たり前の話じゃないですか。はいはい、だから壁があってもなぜか半透明みたいな壁になるっていうのはすごく納得がいく話ですよね。そうか、うん、で私はこう彼氏とかをね部屋に呼んでると、これは見えちゃうよな両親にとか思ってたりとかする。何がウブな乙女みたいな。内緒で呼んだのになみたいな時もあったりとか。なるほど。なんかこうなるほどね。でも見えちゃう、あ、それ夢の中の話ですか？そうそうです、夢の中で彼氏を部屋に呼んでるってことですね。そうで、その夢の中のその彼氏はこの3次元の現実と同じ彼氏ですか？違いますよ。違いますね。あ、その肉体の風貌とか雰囲気は違うけど、ただ設定としては彼氏っていうのは分かってるということなんですね。で、その人物に似た人もこの世にはいないんですか？あ、考えちゃった。無理やり、まあ、無理やりこじつければ誰々に似てるってなっちゃうけど、うん、まあ要するにその夢の世界の彼氏なんですね。そうですね。もうなるほどね。早く現実に降りてこいよとか思いますけどね。いや、でもカノンにとってはそれも十分な現実だよね。まあその中の世界ですからね。で、その夢の中で彼氏がいる世界、そのカノンワールドの中では、うんうん、この3次元の現実のことをなんか見たりすることはあるんですか？認識したりすることは。でも音楽とかはやっているから私は、うんうんうん、そういう部分ではなんか人格はあんま変わりない感じがしますね。あ、自分自身のね。あ、自分自身の、うんうん、じゃあ周りの環境設定がもう全然この世とは違うわけじゃないですか。あ、はいはいはい、その時に
その夢の世界からこのこっちの世界のことを振り返るというか思い出すというか気になる歌ってそういうことはないんですか？やったことないですね。なるほどね。やっぱり夢の世界に行くとそれが当たり前になるから、うんうん、それ以外の世界のことは何も気にならなくなるってことですよね。そうですね。だから実はそれ私も完全にそうなんですよね。あ、確かに未来過去を考えたことがないですね、うん、夢の中で。そうですよね、うん、うんうん、だからそれってね、その本来の人間のあり方って、人間って言っちゃうから人のあり方、うん、霊も含めて高次元のね、高次元存在の人っていうのは多分時間にとらわれてないんで、あ、そ、後悔もないし心配もないし、うん、不安もないしっていう、元々はそういう存在なんだけど、うん、この今私たちが現実と呼んでる三次元世界は特別に時間が絶対的に直線的に流れていて、過去があってそれはどうすることもできなくて、で未来のことも何もわからなくて、だから不安に思って恐れを抱いて心配してっていうことあるし、過去も変えられないから悔やんだり反省したり思い出して臆せんだりとかいろんなことがあるわけじゃないですか。そうすると、でも別の世界では多分そういうことがないのかなって。そうですね、夢の世界ではそれがないですよね。何をしたいっていうのはあったことはありましたよね。飛びたいとか、うん、そうですよね。飛ぶ練習はよくしてましたね、前はね。なるほどね。今は飛べるんで。いや、練習をしないと飛べない感じなんですか？ね、前は飛べなかったんですよね。そしたらそのコーチみたいな人が出てきて、飛ぶというのはね、こうやったら簡単に飛べるんだよって、わざわざこうやって泳ぐとかこういうことしなくても、スーッて 手を後ろにやってスーッて進めば飛べるんだよって言われて、はい、やってみようって言って、あ、本当です。なるほどね。いや、それ意味深ですね。コーチがいる。結局その人をガイドってことですよね。そうでしょうね。うんうん。男性で。それはその人は自分の過去勢とか、うん、自分の異次元の自分とか、そういう認識ありました？まあ、別人格としても登場人物としていたので、そうは思わなかったけど、うん、本当水泳のコーチみたいな感じで。うん、なるほどね。ですけども、でも絶対なるこの信頼関係、こんな工事そんなこと言ったって嘘じゃないのとか、そういうことは思わないわけですから、うん、素直に認められるってことは本当に密な感じのもあるかもしれないですね。うん、うん、なるほどね。疑いとかね。で、私ね、ヘミシンクって言って、うん、シンクロナイゼーションなんだけど、右脳と左脳を同調させるというテクノロジーが、はい、21世紀は結構日本にも普及し始めてですね、うん、その結構私も探求したんですが、その変性意識状態って言うんですけどね、うん、左脳っていうのは論理的に文章を書いたり話したりとかするし記憶したりするけど、右脳っていうのはその直感だけを信じて霊感とかだけを、うん、だから右脳だけでやってる人はもうどうしようもない困った人だなってことになっちゃうし、うん、左脳だけの人はすごい堅物で機械みたいだなってなっちゃうんで、うん、その両方をバランスよく使うということがすごく重要なんでね、うんうんうん、でそれを目指していろいろ勉強したし自分を探求してきたんですけど、そうすると結構ガイドを認識できるようになる人が一定数いるんですよ。あ、へえ。いろんな話を聞いたんですけどね、いろんな人から。それでそのガイドっていうのは大抵がどうやら自分の過去勢の姿をしてるらしいんですよ。うん、うん、その今は男でも、うん、その過去勢が女だったら女のガイドはもちろんいるわけですよ ね、うん、ね。あとは今は地球人だけど、うん、かつて宇宙人だった人は自分のガイドは宇宙人だったりするわけですよ、うんうんうん、だから結構これ面白いなってことになって、うんうん、で私もその出版物とかの監修とかして結構そういう世界にのめり込んだんだけど、でもそれをどんなに探求してもこの三次元世界では結構タブーな話ですよね。まあ、そんな普通に会社勤めしてて僕のガイドは自分が過去勢のこの時代のこういう立場のこういう人で性別もこうなんですとか、そんな話してた何おかしなこと言ってんだってことで給料もらえなくなっちゃうじゃないですか。だから多分興味があっていろいろ探求してる人も全然知らないふりをしてると思うんですよね。ああ、ね、
知りたいけど、うん、そこに入っちゃいけないとか思ってたりとかね。そうそうそう、うんうんうん、だからこれはスピリチュアル TV っていう番組名がそうなぐらいですから私もガイドを認識してますよ、こういう人ですよとかさ、うんうん、OK ですね、友達の誰だ、友達はこうでしたとかね、そういうことも躊躇なく言っていただけると、そういう話を学校や職場でしたとしても、うん、変人扱いをされなくて済む時代にも入ってるんじゃないかなと思うんですよね。私はそんな話ばっかりしてますね。だから誰もがでもそういう話の人に囲まれ、話ができる人に囲まれてるって幸せなことですよね。ボイトレとかね、ボイストレーニングとかに来る生徒さんとかも、うん、なんかそういう話だんだん私がこう言っていくのでうん、そういう存在を空気感でいろんなものを感じたりとか、うん、またそういう人が集まって来てくれるわけですよね。そういうことですよね、うんうん、だからそれで安心して生徒さんってことは若いんでしょうから、うん、そうするとあなたはすごい先輩でお姉さんのガイド役でもあるんですよね。そうですね、その若者にとっては。そうですよね、そうですね、うんうんうん、まあカノンも若いですけどね、別にそこは突っ込まなくていいからね、はい、いや本当そう、はい、結局3次元的な仕事でもそれをちゃんとやってくれてるってことですよね。うん、そうですね。でも私、うん、面白いのがこう皆さんが、例えばちょっと話が違うけど、あのここに来る人は大体宇宙人系なんだよねって、 ET コンタクト、あ ET コンタクトじゃない、 ET ソウルとかボランティアソウルで違う星からね、うん、来た人が多いんだよって言ったら、うん、そんなことないですよとか言って大体拒否反応を示すわけですよ、うん、最初は。なるほどね。私だって地球大好きだしとかいやその拒否反応がそうなんですよ大体みたいなそれで一歩のやってったりとか、その潜在意識と、うん、あの、うん、交流してお話しすることで、あ、うん、この人はこういう星から来たよみたいに言われちゃうもんだから、うんね、だってそうじゃなかったら私のとこ来ないじゃないですかって言うと、あそうなんですねって納得されて、すごい明るい表情でお帰りになるという。あ、まあ薄々自覚してるからこそ拒否反応が出るわけですよ ね、 そうそうね、全然関係ないことだったらスルーする話なのに、うん、そこでその拒絶みたいな感じをするってことは、何かがあるから拒絶したいんでしょうっていうことなんですよね。そうですね、人間の心理って本当面白いですよね、うん、面白い、分かりやすいっていうか、うん、ね、だから素敵な人がそうやって開いて帰ってくれるので、うん、すごい楽しいですね、私が楽しいですねやっぱりね。なるほどね、うん、いや素晴らしいことはカナンもこの世界でやっているということは判明しましたね。ありがとうございますなんかでもそれが普通になっているから、うん、なんかそんな、なんか YouTube とか見てても なんとかすごいびっくり情報みたいなことをなんかすごくやって言ってる人とかいて、えそれは普通じゃなかったのかと思うこととか、あそれで何万回再生もなるんだ、それ普通だったじゃんとか思うとかないですか。あれ石井さん固まってる、固まっちゃいましたね石井さん石井さん固まってるよあれどうしちゃったんだろう、巨額な事実が、ちょっと待ってくださいね、今石井さんがどっか行っちゃったのかしらはい、緊急事態でございます。そんな時は音楽をお届けしますかね。あ、一回落ちましたね。じゃあちょっと石井さん帰ってくるまで私の顔見ててもしょうがないと思うな。淡路メリケームという歌、始まりと終わり、
はい、今ね、アージ系、という淡路のね、曲、淡路島、先週だったかな、りんちゃんというね、加藤玲子さんが出てくれましたけども、その時の曲をちょっとお届けしてるうちに帰ってきてくれるだろうと思いきや、まだ帰ってこないですね。再起動をしているのかなと思われますけども、いかがしたでしょうか。びっくりですね。ずれてなかったですか。ありがとうございます、千秋さん。あ、違う、千秋さんですね。ありがとうございます。今のね、泡の歌もありがとうございます。大好きと書いてくださって嬉しいです。あれみたいな感覚でちょっとこう降りてくるままにメロディーにした曲でございました。あ、帰ってきた、帰ってきた。Welcome back! あ、逆だな。ごめんなさい、なんか急に真っ暗になっちゃって、理由わかんないんですけど、情報が早かったから。ノートパソコンとね、あの、パソコン、まあ、Wi-Fi 携帯と両方兼用の Wi-Fi なんだけど、なんか 5G になるから新しい機械と交換してくださいって送りつけられてきて、それに変えたらすごい不安定なんですよ。ああ、そういうことなんですね。で、問い合わせたら、このエリアはまだ 5G はあと何月何日まで使用できないんで、機械がその判断迷ってると。5G にやりたいのに 5G の電波がないから、AI の判断がつかなくて、トラブルが起きてるんですとか言われちゃって、まあ原因がね、まあ、そういうことなんでごめんなさい。でもないです。私がいない中で一人喋ってもらってたんですね。今淡路島の歌を聞いてもらってました。ありがとうございます。電源コンセント抜いて、まあ、復旧したけど ね、 またいつ切れるかわかんないからごめんなさいね。でもない、私何にもいじってないんですけど ね。で今ですね、ズームがちょっと私と、位置がいつもと逆になったんですね。あ、なるほど。でですね、石井さん、私の方に近づいてもらうことできますか。こう、はい、こっちから私の方に逆行っちゃった。あ、こっちか。そうそうそうです。あ、逆になったってことは、いつもと逆の方と、そうなんです。いつもとね、顔が逆なんです。はい、そうすると画面が大きくなるので、ありがとうございます。なるほどね。なんだろうね、情報が早いのかな。言っちゃいけないよみたいな、そういうことで。そうですね、妨害されてる可能性はありますよね。何に妨害されるんだ。いや、たまたま昨夜ね、そのもう 1,2 年前だと思うけど、ドランバロ・メルキゼデクっていう人の動画を見てたんですよ。それがなんかズームを使ってなんか会議をしてるんですね、数人で、だけど突然ドランバロの姿が消えて、でなぜか知らんけど落ちちゃったと言って数分後に戻ってきたんですけどね。へー。いや、なんかそういうなんか異次元のこと言ってるから邪魔されちゃってるのかしらね。言われたくないのかしら。まあなんかそうかもしれないですね。あ、起こしたくないみたいな感じ。うん、いいじゃないですかね、みんなね、楽しく楽しくいろんなことに気がついていく時期であるとかね、ありますからね。ちょっといろいろ変えてる。はい、大丈夫です。コメント入ってますか。あ、コメントでした、コメントでした、はい、いや、読んでくれてるかなと思って。読んでますよ。千秋さんですね、ありがとうございます。今日の話は面白いです。私も同じ場所へ夢で何度も行くことがあって、その夢の時は現実に戻るのに結構時間がかかりますだそうですよ。なるほどね。やっぱそういう方いらっしゃるんですね。今度どっかでみんなで集合してみたいですね。あ、そうですね。コメントくださってるような方であれば ね、あっても話は盛り上がるでしょうからね。はい、あの夢の世界ですよ。こう、あ、そういうことですね。あ、それね、ヘミシングでよくやるんですよ。
エリア待ち合わせ場所を決めて異次元の、うんうん、そこで集まりましょうって言って、うん、各々の人がいろんな国とか町に住んでる人がね、うん、その異次元で集合するんですね。そういうことがもう実際にこの起きてるわけですよね、この地球3次元でも。へえ、うん、そういうのもね、なんか意識でヘミシングこう、うん、ヘッドフォンとかを使ってやるやつですよね。そうそうそう、うんうん、私はやったことないんですけど、へ、うん、そういう意識でやみんなでね、その、うん、じゃあ今日何時に、時間もないのかな何時ぐらいに集合ねみたいなまあ3次元には時間があるからね、みんなね、仕事しながらね、うんうん、時間何時に行こうとかって決めないとね。そうですね、してくれると思いますよいやカノンはね、多分初めから右脳とさのはまあまあリンクしてるんで、うん、ヘミ進行しなくても異次元に行ってるっていうことなんですよね。あ、さっきのね、そうだ、右脳とさのの話で、あのジャズをやったりとかしてて、はいはいはい、そうするとジャズって超計算してるところあるんですよね、うんうん、その楽譜的なところでこの分数コードを使ったりとか、うんうんうん、そういうのでこれ算数だよねみたいなところ、1625だったりとか、なんかその進行が、うんパターンがあったりとか、うん、でそれをやりながらこう、うん、アドリブでどんだけ楽しくワールドを広げていくかみたいな、そういうのがあると思うので、うんまあ、これで右脳とさのなんかうまく使ってるなっては思っておりましたね、うん、それでなんかそういうの調べるのがあって、うん、でバランス結構良かった感じでしたね、うんうん、なるほどね、うん、そう分数コードね、うん、音楽の世界って本当に異次元を感じられますよね。うん、いや昨日面白かったのがヨックルさんがね、うん、谷ヨックルさんが来てくれたんですけども、うん、でヨックルさんがあの人よく道ま、あ、ごめんなさい、道迷ったりするんですね、うん、それでなんか新しいメロ、新しい詩が降りてきたんだよとか言ってて、うんうん、じゃあそれを来たらじゃあレコーディングしようっていう話をヨックルさんが歌うみたいな感じだったんだけど、うん、じゃあ先に私にその歌詞だけちょうどいいって言ってもらってて、うんでもらって、で、自分で勝手にもう曲作っちゃってつけちゃって、うんうん、それでできたと思ったらヨックルさんが来たんですよ、うん、だからヨックルさん迷わされてたなみたいな、うん、多分来てから一緒に作るとなるとすごい面倒くさかったっていうか、うん、私が没頭できなくなるかもしれないじゃないですか、うん、なるほど、はいはい、うん、で時間を超えちゃってほんの30分ぐらいでもうレコーディング、うん、ピアノ入れて、ストリングス入れて、で歌入れてコーラス入れてっていうのをやっちゃったんですよね、うんうんうん、でも自分の中では何分、あと何分で来るなとか考えてなくて、うん、よし作れちゃうぞとか思って作ってたらなるほどね、うん、できて、そう、それでヨックルさんもメロディーが降りてきてたって言ってたんですよね。で答え合わせをしてみたらある部分は一緒だったっていう、うんうん、あ、ちゃんと捉えてたんだな、ヨックルさんのと私の頭じゃないところでのヨックルさんも降りてきた、うん、私もそこをちょっと引っ張って降りてきたっていう、うんうんうん、そんな感じだったから似てるものができたと思ってびっくりしました。なるほどね、うん、まあせっかく深い話をしてるのに電波状況がこんなんで申し訳なかったですね。いやいやいや面白かったいや今もカノンがちょっとたまに固まったりしてるんで怪しいなと思って見てるんですけどあれだけの空白時間作っちゃったから、そこで収録終了にしとけばいいの？アップするときは。うんうん、全部流しますよ。ああ、そう。じゃあ、ブランク含めてね。ああ、カノンが歌ってくれてたもんね。そう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 。それで、また。コメントでね、うん、お帰りなさいって書いてくださってますね、ありがとうそうなんですね。いや、こういうことたまにはあるんですかね、皆さんも。あ、ありますよ、突然いなくなったりとか、私の配信の中でも。へ、うん、まあそんなちょっと安心しましたけどね、もう申し訳ないなっていう気持ちになりますよね。いやいやスピリチュアル TV をご覧の皆様、うん、愛が深いので、うん、ああ嬉しいですね、うん、許すとか許さないのレベルで見てなくて、うんうん、楽しい、どうしたんだろうね、うん、みたいな再起動しちゃってんじゃないのとか、うん、なるほどね。そんな感じ で今日ねこのネタを選んだのはね、うん、今週末の金曜日に、はい、私は夢と現実をは結構近いんだよっていうことをテーマにしてね、うん、講演をやるんですよ。お、
講演会を。で、その次の日の昼間に、そのインセプションの上映会をやるんですね。さっき言ってたやつですね。そうそうそう。その映画ね、ほとんどの人は見ても難しくて分かんないっていう印象を持ってしまうみたいで、うん、それはすごく残念なんで、うん、その私の講演を聞いていただいて、予備知識を得た上で見れば、なるほどってなるし、見終わった後に私が解説を入れようと思って、ね、それでその映画の素晴らしさを堪能していただきたいなっていうことで、2日連続で、企画しましたんで、面白い、うん、で私はノーイングイノベーションのホームページにも掲載してあるんでね、うん、でネットショップもあるんで、まあ、気になる方アクセスしていただけると嬉しいなっていうこともあってね、でせっかくたまたまその数日前にスピリチュアル TV もあったんでね、うんうん、それを話題にしてみようと思ったわけですよ。はい夢のように消えていきましたけどね、石井さんね。いや、なかなかよく締めてくれた、本当に。全然、現場大好きですから大丈夫です。いや、でも本当にね、いつ何が起こるか分かんないのがね、この世界の面白さですもんね。それを本当どう捉えるか、キャーって思うのか、やばいって、うん、昔だったらなんか大汗かいて、どうしたんだろうって思ったかもしれないけど、まあ、うんうん、そのうち帰ってくるでしょう、きっと再起動してんのよとか思って、一回、なるほどね。うん、お顔が固まってたんですよね、お顔が固まってた。私のそうそう、画面が固まっていたので。今もカノンがちょっと固まりかけてるんで、うん、やっぱちょっともう怪しいな。あ、でもまあ55分ぐらいは話せたから、まあちょっとまだね安心してるけどね、うん、はいはい、全然こっちにはあれですよ、うん、声が丁寧、大丈夫に聞こえてますから。あ、そうですか、それは良かったです、うん、じゃあカノンの映像が止まっても私は続けて話せばいいのね。そうです、なんかあったらメッセージで連絡するんで、ね、コンセント抜いたりとか忙しくいろいろしてたんでね画面から消えてしまったわけだけど、うん、なんかね、そういうのがこれからいろんなことが起きてくるとね突然起こるかもしれないので、今日は予行練習ということでいいんじゃないでしょうかっていう気もします、うんうん、まあそうですね、避難訓練がありますもんね。避難訓練というか、私小学校の時にね、うん、静岡県の浜松市だったんだけど、はい、その東海大地震で津波が来るっていう想定で毎年一生懸命避難訓練するんですよね、学校で。わー、うん、地震が来たって言って来るぞ来るぞみたいな、で校庭に集まって防災頭巾っていうのをかぶって、しばらく机の下に隠れてね、それから大丈夫でよし外に出ようとかって、うん、先生に引率されてみんながね校庭に出てね、でなんか校長先生の話とかあってね、うん、なんか楽しいなと思ってやってた思い出はありましたとしたイベント、毎年あるイベント、運動会みたいなもんですね。あ、そっか、関東だと関東大震災っていうことでね、9月1日が防災の日ということで、やってましたね、そういう、うんうん、始業式早々それをやるという、うん、なるほどね夏休み明けですね、ありました、ね、なるほどね、でも本当こう、自然災害、なんかさ、こう生徒ちゃんがなんか異常気象で嫌ですよねとかいう言葉を言うと、異常気象って思ってるのは誰だとか思って、うん、異常気象かもしれないけど、うん、でも地球にとってはそれが最善で、うん、こう地下水とかガンガン抜いちゃったところに大雨が降って埋めようとしてる、戻そうとしてる、うん、ただそういう地球さんとしては、うん、自分にとって最善の形をしてるだけで、くしゃみだっておならだってするかもしんないじゃん、あんただってするでしょみたいなうんうん、うん、地球は普通の流れみたいな、本当そうですよね、うん、地球にとっては正常なことですよね、正常気象ですよね、そうそうそう思うの、そう何千年何万年経てばね、当然氷河期もあったりとかね、うん、同じ地域が暑くなったり寒くなったりね、うんうん、いろいろ変化してるわけでね、ねえ、そう
土地が隆起したりね、大陸そのものがなくなってしまったりね、海に沈んだりとか、そういうことをとにかく繰り返してるんですけどね。そうそう。とか。そんで、たかだか100年も生きないような人間が、異常気象だとか騒がれてもね、そう思うの。普通にとっては別に普通ですけど、みたいな話になりますよね。ね、私たちだってこう、なんかのね、ライブで厚化粧した後、ベーって拭き取れるみたいなとかね。もうね、コンクリートだらけにされちゃったらね、ブルブルってひびも痛くなるぐらいの感じになるかもしれないじゃないですか。あ、そうですよね。うん。そうですよね。本当に地球がくしゃみしたらそれが大地震になった。それぐらいのことですよね。そう思ったりとかね。マクロで見ればね。長い年月から見ればっていうのはあるのかなと思って、どの視点で捉えてるのかなって思ったりしますね。本当そうですよね。うん、それで煽られてんじゃねえよっていう感じでね。本当そうですよね。テーパー神テッカだぞと思ってる。その、まあ、煽られるっていうのもあるし、煽るのも好きなんですよね、みんな。不安を煽るのが得意になってやってる人いますよね。ねえ、注目を浴びたいとかして、ね。食料危機が来るとかね。そうそうそう、最近それ。金融危機が来るとか、うんうん、病気になるとかね、うんうん。もうそんなこと数え上げたきりがない。もう常にね、何があってもおかしくないのはこの世界だからね。うん、まあ、何があっても楽しく生きれば、それでいいじゃないですかね。ねその状況をどういうふうにね、サーフィンのように乗り越えるかっていう。いや、本当そうですよね。うん、でも今までだってこうやって無事にね、まあ、石井さんちょっと無事じゃなかった時もあるみたいだけど、それをまた勝手に楽しんでるっていうかね。そうですよ。人に伝えることができてるからこそのその体験だったっていうのもあるじゃないですか。そうですよ。うん、そう、本当に私その考えで生きてるんですよ。うん、カノンみたいにその笑って話してくれる人がいることはすごく嬉しくて。本当に姉を言っちゃって全身麻痺何にもできない、何にも喋れない、何にも見えない、こんなんったら死んでた方がよっぽどよかったって意識で本当にしみじみそう思いましたね。なんでこれでこの世に戻ってくるって、なんてついてないんだって思うしかない、ないじゃないですか、そんな体って。思考がいかないよね。そう、普通にもう働くことすらできないよね。うんうん、でもその死のちょびれたことは悔やんで何も生まれないからね、その体でできることをなんか一生懸命やることでね、人に勇気を与えたりすれば、そうなったことに意味が自分で生じさせることができるわけじゃないですか。素晴らしい。そうに考えて私はこの話をしたりね、するようにしてるし、そのためには多少歩いたりもできないとね、まあその貴族だったら車椅子の人はね、お付きがついたりもするけど、そんな立場でもないんでね、自分で歩いて場所移動ぐらいできればね、その話とかしたりね、できるかなと思ってね、必死にも気力だけで体力を戻してきたんですね、機能をね。だから医者がみんな驚いてるんですよね、奇跡だ奇跡だ騒いで。でもそれはその常識的に考えると、その確率的には低いかもしれない。でもそれだけ強い意志を持ってればね、人間は本当に何でもできるんだと思うんですよね。ねえ、だって山を登っちゃったわけですからね。そうですね。うん、その山登りもね、結構私が体悪いのが結構皆さん知っていたんで、うん、その本当に両手をこうやって持ち上げるようにして、その険しい階段みたいなところ登って、結構何十分も、本当に地球人に連れ去られた宇宙人気分でと山登って降りてきたんですよ。いやでも本当にありがたかったですよ。ね、体重だってねちゃんとあるわけですからね。そうですね。2、30キロじゃないですからね、これまたね。もう愛の塊ですね、皆さんね。まあ本当そうで感謝していましたよ、すごく。うんうんうん、いや地球にもこんな優しい人がこれからどんどん増えてくるのかなと思ってね。いやすごい、なんかの缶コーヒーのコマーシャルかと思って今いや本当に嬉しくなりましたよね、ねえ、そうやって愛が広がっていくとね、周りにも伝わっていっちゃうんだろうなと思って、まあおそらくみんなそういう気持ちはあるんだけど、うん、恥ずかしさがあるんでしょうね。ああ日本人のね、そう優しくしてあげたいと思っても、うん、何かっこつけて親切ぶってるんだみたいに思われたくないみたいなあると思うんですよね。そうですね。うん、
でも私ぐらいあからさまに具合が悪い人だったら、相手だったら、そこまで気にしなくていいじゃないですか。一人で歩くのもやっとの人が山登るんだったら、そりゃ手助けしても何親切ぶってるんだよって言われる心配もないからね、同等とサポートしてくれたのかなとね。まあいろいろ感じたわけですけどね。電車に乗ってもお年寄りに席を譲るっていうのはそういうのありますよね。そうですね。なんか譲ったら私をそんな年寄り扱いしないでって言ってしまうおばさんとかがいたりとか、ね、そうそう、そういう私も若い時に譲ったら怒られたことあるんですよ。いやまだ全然立てるから平気だとか言われて、そうすると席譲ることも悪い行為みたいな、うん、ね、感じに思っちゃって、いや難しいなと思いましたよね、うん、人の心ってね、うん、本当ただ、まあ、自分が求めてることを表明してれば間違いないんですよ ね素直な、自分が困ってるから助けてって言ってれば、うん、ああ助けてって言ってるんだから助けてもいいんだろうなってことになるじゃないですか、うんうん、ただ黙ってると助けちゃいけないのかなっていう憶測も運ぶわけですよね。確かに、うん、だから SOS を出すっていうのもその表現能力としては重要なことかなと思うんですよね、うんうんうん、でゼロ歳じゃみんな SOS 出すわけじゃないですか。そうですよね。自分で何もできないから、うんちしてもおしっこしてもお腹が空いても全部泣きわめくっていうことで SOS を出して、それでどんなに忙しくて面倒くさいと思ってても、親がそこに気づいてやるっていうことをね、うんうん、何年も繰り返してみんな大人になってるわけで ねだからそれは何歳になってもそういう部分があってもいいってことですよね、うん、困ってる時は助けてもらえば、その助けることが喜びという人もいるはずなんでね、どっかですね、うん、そうですね、素直で表現することができれば、うん、みんながそうであればね、うん、まあ中にはいないからこそそういうのが面白いっていうのもあったりして、黄金比とかあるかもしれないしね、うんうん、でもまあどっちかというと素直な方がね得ですよねと思う。そうですよね、うん、バカのも素直さは間違いないよね、うん、うん。でもあれカノンはね自分のことをやっぱりあんまりアピールしたがらない傾向はあるじゃないですか。したがらないってこともないんですけどね。いや自分をアピールしようっていう考えがちょっと三次元の地球人にしては欠落してますよね。いやだからせっかくヒプロセラピーとかですごいいいことしてても、うん、そのいいことしてるっていうことを気づいてもらえないということがデメリットになっちゃってるんで、ね、三次元的にはね、うん、そうそう、だからそのデメリットをちょっと解消したいなと思ってね、せっかくこういう番組の MC やってるんだからね、うん、もっと自分がやってることをね認知しを広げるようなね、うんうんうん、ことをやってもいいんじゃないかなって思うんですよ ねどっかでこう、うん、テレパシーでね来る人は来てくださるだろうと思ってるところがあるんですよ、ね、なるほどね。じゃあこれも新種のテレパシーですよ。そうですね。そう、カノンサウンド .com にアクセスすればね、はい、そういう種類のテレパシーですと。飛び込み営業じゃないからね、いきなり家来てピンポンやられても困るでしょ。そうですね。でもネットでアクセスするぐらいなね、うん、こんな人でもできるわけですからね、うんうん、ちょっと今ねあの座り位置が逆になっちゃったのでお名前を隠したんですけどね、うん、どれだ、一応、ノーイングイノベーション、そしてあらどこ行っちゃった、カノンサウンド .com で、ちょっとソワリーチと名前が逆なって私が石井さんになっちゃってますけど、こんな感じであの2人のホームページありますので、よかったらアクセスしていただければ、いろんな音楽あります。 YouTube にもね、あの素敵な音楽、出来たてのものとかいっぱい載ってますので、あの最新のものを触れていただければと思います。そんな感じでしょうか。ありがとうございます、はい、私もノーイングイノベーションでホームページがあるけども、うん、右上をクリックするとね、あのセッションっていうサイトがあってね、うん、ちゃんと電話セッションをしているんで、うん、なんかお困りのことがあったらご相談いただければね、うん、結構どんな種類でもあのセッションでこなしていますのでね、かつては経営コンサルタントをしていたんで、うん、その社員さんのいろんな、うん、悩み事と相談事をクリアにするみたいなことを仕事にしてたんですね、うんうん、そやっぱ悩み事があるとその
仕事ではこうしろって言われてたね、社長から、うん、とてもそれどころじゃないよっていう状況にみんななんだかあるわけですよ、ね、そう、ね、その理由をね、その排除してあげることで、ね、うん、うん、いろいろその能力を発揮してね、結果的に会社にも貢献できるんですよっていう考えでやってきたんですね。うん、まあ皆さんが何をされている方であっても、いろいろ黙ってね、自分で抱えていても何も解決しないでしょうから、いろいろ話してスッキリしてね、もしかしたら私が何かいいアイデアが思いついてね、アドバイスできることもあったりもしますのでね、ぜひ電話でご相談くださいということなんです。はい、うん、ね、ホームページ見ていただくといろんな、うん、ブログみたいな感じで素敵なこと書かれてたりとかして、すごくお勉強になりますので、やっぱりこう自分の視点だけじゃなくて気がついてないところがね、いっぱい見えてない形、うんうん、あ、そういうふうな捉え方あるんだ、面白いなっていうと、自分の心が思考が豊かになっていくと思いますのでね、触れていただければと思います。はい、今日もじゃあ、まあカノンにそう言っていただけて嬉しいですよいやもう本当に素敵なお兄様だと思ってですね、いろいろ勉強になっております。うん、うん、はい、じゃあ今日も最後に私 CD どこ行った、エンプリアムクロニクルズの、クリストファー・カレルさんと一緒に作った曲を最後におかけして、皆さんの細胞が元気になるとかね、本当にこうなんか活性化するとか、そんな感じのコメントとかいっぱいご感想いただいている大好評発売中の CD でございます。カノンサウンド、あっちだね、カノンサウンド .com のところから、ご視聴もいただけますので、聞いていただいてご購入いただけたら非常に嬉しいです。こんな感じでいいでしょうか、はい、いいと思います。本当に素晴らしいアルバムですね。私は講演会に来てくれたお客様がこの番組見てくれてて、あの最後に流れてるあの曲いいから CD 買ったんですよって言ってて、やっぱいいって言ってましたよ。買って聞いた人が言うんだから間違いないですよ、ね、ありがとう。私ももちろん聞いてます。ありがとうございます。本当に素晴らしいです。どん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 元気になっちゃってください。うん、なります。はい、では、石井さんは今度、6月の21日ですね、うん。また火曜日朝お目にかかりたいと思います。はい。はい、今日もありがとうございました。ではこちらこそありがとうございました。今日は失礼いたしました。真っ暗になっちゃって退場しちゃってね。わざとやってるんじゃないんで分かってください。ちゃんとそれが見えてるから大丈夫です。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また次回お会いしましょう。良い午後をお過ごしください。はい、さようなら。さようなら。